麻痺なんてしてねえだろ。お前はちゃんと優しい。お前、俺が思ってたのと違うかも。思ってたよりずっと優しい。焦った。あっとまだ帰りたくない。もう帰ろうよ。まだ。おい、飲んだだろう。もうフラフラじゃ。飲んでないよ。何？お前人前だぞ。しょうがねえな。取ったか。これはよかったな。ヤクザとの路上キス。 CM 女王朝岡由美の闇。きっかけは3年前、母親を毒用に入所させたい朝岡には多額の金が必要だった。そこで芸能界にパイプのある大塚組幹部に近づき、愛人契約をする代わりに高額のギャラが保証される仕事を斡旋してもらった。黒い闇から CM 女王朝岡由美は生まれたのである。おいおい、すごいの撮ってきたな。でもそれより何よ、この写真ですよ。お前これすげえの撮ったな、ほんと。ありがとうございます。いや、どうした。いや、大スクープものにしたのに元気ねえな。寝ないで記事書いてました。いやいいね、やっぱりお前らコンビにさせてよかったよ。ナイスコンビ誕生だな。ナイスコンビ。あの野郎必死に記事書いてる俺の横でグースか寝てたんすよ。何ですかその反応。いや、あの珍しいなぁと思ってな。カブのやつ、お前の文章を信用してんだな。あいつ本当なら全部自分でやりたがる方なんだぞ。え？で、カブは？さあ、終わったっつったら一人で出て行ったんだ。ああ、じゃあ会社の隅っこにもいるんじゃねえか。探してみ。一服兼ねてのあいつなりの反省会。反省会？何してんだよ。ラジオ体操第2。なんだよそれ。じゃあ空見てた。だったらちゃんと空見ろよ。お前の母親元気？うん、元気。ああ、朝岡の記事、母親のことまで書いてよかったのかな。まあ書いたことで朝岡に同情する人間も出てくる。 100% 叩かれるよりはマシだろ。そうか。でもあの記事が世間に出れば朝岡由美は CM どころか引退だろうな。そうなるよな。でもさ、いくら理由があっても良くないことしてたのはあっちだし。そうだよ、それが俺らの仕事だ。そう思わねえとやってらんねえ仕事でもある。だからお前は早く班変えてもらった方がいい。
俺みたいに麻痺する前にな。麻痺してんの？なんでそんな顔すんだよ。え？麻痺なんてしてねえだろ。お前はちゃんと優しい。ごめん。ごめんね。